最近の世の中ってすごく便利になってますよね。電子マネーとかもそうですよね。皆さん知ってますか？電子マネー。コンビニなどで現金を持っていかなくても、携帯のタッチ機能などで精算ができるんですよね。まあ知ってるとは思うんですけど、僕もね、コンビニでは電子マネーで精算させてもらってるんですよ。まあ Apple Pay やら、まあクイックペイといってね。で、それで恐怖と思ったんですよ。将来は人間の体にそういったチップが埋め込まれて生産できるようになるんじゃないかと。まあ手の甲とかね、手のひらでもこうタッチしたら生産ができると。まあかなりね、先の将来の話だとは思うんですけど、でその延長線上の話で、女性の胸にそのチップが埋め込まれたとしましょう。そしたらね、それはね、アップルペイでもクイックペイでもないんですよね。オッペイ。どうも、VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。すいません、また変な話から入って、ちょっとね、もう頭に出てきたことをすぐにね、喋りたくなるんですよね。なのでちょっと喋ってしまったんですけど、もう大丈夫ですよ、イヤホン外してもらって。まあね、近い将来必ずオッペイ。あ、ちなみに今ね、プレゼント企画やってますんで、よかったら概要欄の方からチェックしてくださいね。3000分の iTunes カードは Google プレイカードが当選する確率がありますんでね。はい、ぜひね、動画見てください。お願いします。はい、ってことでですね、今日の企画なんですけど、まあ皆さんのコメントから結構リアタイに関するコメントをいっぱいもらうんですよね。例えば、オール不適正で試合してくださいとか、オール左バッターでやってくださいとか、オール右バッターでやってください、オール外国人でやってください。まあね、いろんなコメントいただくんですけど、結構ね、まあ他の方もやられてるんですよね、やっぱり。なのでまあ僕がやったらまたね、さらに面白くはなると思うんですけど、まあその辺はね、ちょっとまたおいおいやると考えて、ちょっと僕がふと思った企画があります。題して、キャッチャード不適正でも試合できる説。はい、しかも左利きです。はい、で僕が今回キャッチャーに任命させてもらった選手はこちらです。ドン、出ました、松中選手です。はい、松中選手、もうスピリッツこれ最低限まで下がってます、キャッチャーにしたんで。1300です。見てください、この布陣。バーってファースト王監督ね、セカンド浅村、ショート坂本、サード宮崎、キャッチャー松中。どうですか、これ、見栄え。最高でしょ。皆さん結構気になってると思うんですよね。キャッチャー不適正でも試合できるんじゃないかと。キャッチャー別に適正なくてもよくねっていうね。そんな毎回パスボールするはずないやんって思ってると思うんで、僕もやったことないんでね。ぜひね、ランク戦で勝てるかやってみたいと思います。はい、ってことでね、幸いピッチャーが菅野選手なんで、もうね、菅野選手の球を左利きでバシーン取る松中選手、見てみましょうよ。ね、僕もどうなるか分かんないですよ。ね、ボロ負けする可能性もあるんでね、全然ありますよ。まあ、それはね、それで面白いんじゃないかと思って動画にします。もう成績とか全然気にしてないんで、僕。はい。じゃあね、早速やっていきたいと思います。いきます。始まりました、VIP です。相手ランカーの方ですね。はい、ランキング入ってましたね。うわ。どう思ってるんでしょうね、これ。相手の方は、キャッチャー適正 G 言うてね。GG 佐藤じゃないっすよ。はい。うわー、投げにくい。これ、毎回パスボールするんじゃないのか。いきます。第1球。記念すべき初球です。記念すべき初球です。通るんすけど、普通に。よし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 。いや、これ多分普通に勝てますね。あんまり面白くなくなりそう、企画が。大丈夫かな？なんかパスボールとかめっちゃしてほしいんですけど。めっちゃ取るんですけど、普通に。取る取る。盗塁とかしてほしいですね、ちょっと。ランナー出たときね。盗塁見てみたいですね。はい。あれ、誰勝っちゃうぞ。これ僕が次の回5点入れたら 説立証ですからね。説立証してしまう。あ、甘い。あ、取っちゃった。やばいぞ、これ。さあ、やってきて、今なんか上からのアングルありましたね。おっと、有原選手、これ、だいぶ前の有原選手やぞ。いやー、ちょっと待って、やばいぞ。マサティカ、ティカやん。ティカ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 の1年生。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね、全然集中できてない。あれ、よしよし、次の球を狙います。ホームラン、ドン。ちょっとまずいですね。はい、ランク戦からすごく遠のいてます、僕。 言い訳ですけどね。はい、まあまあ、まだルイ出た時のね、松中選手見れたら方が面白いんでね、動画的には。
やあかんなこれ、動画的にも全然面白くないな。あ、終わっちゃった。はい、ということで2試合目です。まあ1試合目もしかしたらね出してるんかな、もうすぐ終わっちゃったんでね、ちょっとね松中選手を試せなかったっていうのがあるんで、今回はねちょっとランナーを塁に出していってどういうパスボールをするのかちょっと見てみたいと思います。はい、まあ、ちょっと点数は入れときたいな、せめて勝ちたいですからね。よし、まあ大谷選手相手の方打率4割7分あったんで勝率も8割超えてたんでね、まあそこそこいい勝負はできるんじゃないかなと踏んでおります。はい、めちゃめちゃ踏んでます。ナイスボール、画面くら、おお、いいボール、今のところいいボールですね。パスイブカントゥー、おお、フォーク、おお、ボール、これはゲッツ狙いですかね。はい、マサティカ、今回はちょっとシンプルマサティカでいきたいと思います。いいボール、これ落ちたんちゃうですか。あー、くそ、前進してたか、ワンちゃん、犬ではありません。よし、集中、わー、いいボール、ストレート来い、ストレート来い、ストレート来いて、うわー、マジっすか、誰っすか次、あ、大谷さん、ビッグフライいきますよ。さあホームラン打ちたいですね、大谷選手ね、今日僕が撮影日ホームラン打ってます。抜けて、くそー、前田選手、よっしゃー、もう1点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 、ナイス、安全圏です2点は、はい、西投手の2点は安全圏です。敏郎さん代打出しませんよ最近、打ちやすいんで。ほらね、敏郎さんマジで打つんですよ。僕ね、新しいシリーズの敏郎さんゲットしたんで、ぜひ継承して使いたいと思う。最近敏郎さん打ちやすい、浅村秀人選手、僕も配球読んでるんでね、だから次もこれストレート張ってるんですよ、こういうことっす。はい、ってことで松中選手見ていきましょうね。まあ3点取れやね、まあいくら松中選手でも。これはこれはガーンでしょ、絵文字で、あ、スタンプで、あ、コントロール出ないか、まあちょっと塁に出てほしいですね、けどね、あえて塁に出すということはしません。まあ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 、1点ですか、ソロですからね、はい、ソロギダ選手ですから。えぐいて、この人めちゃめちゃ打つ、さすが4割7分超えてますね。西選手はダメですかね、けど西選手、あ、コントロール出てない、やばい、コントロール出てない西選手はね、あんまりね、ふざけれないんですよね。ほら、こういうのとか絶対行くんですよ、もう。危な、なんで振らんかったん、逆に今の問いたい。めっちゃ普通に取ってる、なんかもう普通にランク戦してる感じになってるんですけど、大丈夫ですか皆さん、目の錯覚起きてないですか。あ、ちょっと塁出したいですね。いや、いっか、まだ裏の攻撃ありますもんね、いっか、これシュートとかって西選手使えるのかな、一回使ってみる、全然あかんやん、てか普通に取るし、これストレート呼んでるんですよね、だからこういうとこ高速スライダーでちょっと一回ストライク入れると、ナイスボール、もう一度高速スライダーいきます、多分カットボールやと相手思ってるんで、高速スライダーとか多分あんま頭入ってないです、これもね。どうします、どうします、何あげます、皆さんお任せ、お任せ成功です。あ、これ全部お任せでやってみたっていうのもちょっと面白いかもしれないですね、誰かやってるんかな。松中選手パワーヒッターついてます。おら、あ、くそ、飛ばへん、これまあなんかの動画の企画やと多分相手の方思ってるでしょうね。よいしょ、大谷選手のストレートを僕合わせれますんで注意してください。
これから当たる方、はい、もうストレートしか張ってないんでね。あ、今のはちょっと張り不足です、はい、こういうことですね、はい、ストレートを張ってるんです僕、うん、もう1点ぐらい入れておきたいな。さっきの柳田選手のホームランを超決にしたいんで、マサティカ、ティカ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 の1年生ティカモト、近本選手すごい長くなってきてしんどいんですよね最近。皆さんの期待がすごいからね、もうマサティカのコメント欄で。あ、ミスった、ミスった、ミスった。ストレート張ってるからこういうことになるんですよ、ほらね。ってことはビップカットボールすべて空振りするんじゃないか説立証ですね今ので。多分ミスった。おー、こういうとこが弱いんですよね。これ負けますよ下手したら。ルイ出たら負けます多分。ちょっとルイ出てほしい部分あるけどな。なんか普通のランク戦になってるから面白くない。よし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 、さあ出ましたルイ。さあ松中選手の本領が発揮するのか。これはパスボールしなかったら普通にキャッチャー不適正いけるってことですからね。ほらこんなとこね、野手は取れないですよ普通は。取らせてくれないのね。まあ、ちょっと外のカットボールとかこう左やからね、ポンって外に弾く可能性ありますから、ちょっと外のカットボール1回投げてみたいと思います。山田選手なんでできればインコース攻めしたいんですが、ちょっと外行きましょうか。ビタビタね、取れるのか。打つんかい。ちょっと待って、打たないでお願い。ちょっと1回外してみますね。さあコントロール出ちゃうよそんなことしてたら。コントロール外れてたのに。あ、安定感がつきました。安定してるみたいですミス選手。ちょ一回外します。いや取るんすけど、あれこれもういけるな。キャッチャー G で、皆さんキャッチャー G でいけますよこれ。怖っ、カットボール怖っ。こういう方カットボールホームラン打ちやすい率 200% いってましたね今ね、完全にいってましたね今。シュート、なんかもう普通にランク戦してんねんけどこれ。キャッチャー松中選手でも普通。ああ甘いな、うん、インコース低め。これコントロール出てないんでちょっとわざと外します。普通に取るもんな。ナイスボー、はい終わりました、ありがとうございました。まあ、かなり強い相手の方でしたね。はい、ということで、まあ、こんな感じでキャッチャー適正じゃなくてもいけます、はい、そういう検証結果になったらぜひ皆さんね、キャッチャー適正 G の選手をぜひ使っていただきたいと思います。ということで VIP でした、ありがとうございました。